じゃあ今ちょっとあの、うん、アニメ業界の質問ですけど、うん、あの仕事に関して、うん、アニメ業界に入ってから楽しかったことは何ですか、うん、なんか動画が上手い人とあの普通の会社だったら、はい、平社員から係長になって課長になって部長になってみたいなのはあるのと近いように動画原画とか作家とかとか思ってたんだけど、はい、一番最初はね、はい、で私もやっぱりアニメーターになりまずアニメーターになりたいで動画で入ってで原画になりたいでいずれ作家になりたいキャラクターデザインなんかもやってみたいとかにやっぱりここに夢はあってで原画は思いのほか早めにそう1年半だからすごい早くなれたんだけどもそうですねやっぱり原画向きの人と動画向きの人といて私は動画はもう長年原画やってるから今はもちろん描けない、うん、でも昔は動画をその原画をクリーンアップして綺麗な絵にすること自体がすごく嬉しかったのねその当時は今ほどもきちんと割らなくちゃいけないんじゃなくて途中で振り向きの潰しってわかる、うん、振り向きするときにこうやってあってみるようなその潰しもね動画がやる仕事だったのね原画はそこに指示がなかった原画、うん、はこうとかこうしてで自分はこうしないとしない今は原画の人がどうしたいどういう風に振り向かせるかって中の当たりだったりちゃんと原画を入れるんだけど昔はそれがなくてどう動かすかは動画の裁量で、うん、できたのね、はい、だからそこも面白さがあったんだけど今はもう機械的にきっちり割らなくちゃいけないで逆に原画はそういう潰しとか、中のリアクションだったりも全部入れなくちゃいけないで私はやっぱり表情を描くのと芝居をさせるのが好きだったんでだから原画が面白いそうですね、うん、分かりましたじゃあ好きなことが変わることじゃなくて、うん、業界がちょっと変わりましたから、うん、自分が上に行かないと好きなことが進められないぐらい、うん、そうかも ねでも逆に先輩で長年ジブリの動画をやってた人がいてその人は一時期原画もちょこっとやったんだけどやっぱり動画がもうめちゃくちゃ動画上手い人だったんでもう毎回宮崎さんに呼ばれてジブリに参加してた先輩がいてでその人はやっぱりずっとジブリでも動画をやってた今は変わったけど、うん、まだ今はねちょっと体壊されてあのもういくつ上だろうあ8つ上なんだ今もうちょっとやってないみたいはい、うんそうですね、体壊して、うん、ちょっとすごい残念なんだけどそうですね、うん、でもね原画だけじゃアニメーションできなくてそうですね私が動画の時言われてたのは動画っていうのは最終的に画面に映る大事な仕事だからっ